どうもこの部屋です。今回は初心者向けに Google Analytics でできることを簡単に教えていきたいと思います。 Google Analytics というと有名な計測ツールですよね。サイトを運営する方であれば単語自体は聞いたことある方少なくないはずです。そんな Google Analytics ですが、どういうことを計測できるのかっていうことを理解されてない方が結構多いです。なので今回は初心者向けに簡単にですが、この Google Analytics でできることっていうものを解説していきたいと思います。まず Google Analytics で測定できるようなデータというのは、サイトにアクセスしてきたユーザーのデータです。もっと具体的に言うと、サイトにアクセスをしてきたユーザー層、あとはどんなデバイスを使っているのか、あとは男性が多いのか女性が多いのか、そういうことがわかります。それと、サイト全体のアクセス数 PV 数がわかります。で、次にわかるのが、どこ経由からサイトにアクセスしてきたのかというところです。 SNS なのか、あとは SEO 検索上からなのか、メルマガからなのかっていうことがわかります。で、その次に分かることとしまして、自分のサイトの中で、人気ですね、よく見られているページっていうものが分かります。これが Google Analytics で分かるデータの、大枠になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。